岡工業のインデペンデンスデー。はい、始まりました。はい、ということで今月も始まりました。アシスタントの九条由紀子です。よろしくお願いいたします。はい、そして、はい、岡工業総裁岡井隆です。はい、岡工業副総裁寺田明乃です。よろしくお願いします。行きましょう。はい、ということでね、放送自体は2月なんですけど、私たちあの前回お会いしたのがライブで、あ、ね、そうでしたね。ライブの前来なかったじゃないですか、九条さん。収録あのね、全然やってなかった。もう茶色ですよ、画面が。すごい、ちょうど皆さんこう比較的シニアな方の、シニアしかいないのですよ。芸人、ゲストの芸人も60代ですから。もう汚い汚い汚かった。もう枯れてるんですよ。枯れてる枯れてる。全員集合でしたね。お願いしますよ、休まないで来てくださいよ。はい、今年は大変なことになりますから、はい、せず行きたいと思います。はい、頑張りそう、ね、はい、無欠勤でお願いしますよ。はい、はい、ということでどうでした、年末のライブ、うん、はい、なんか感想ありますか。そうですね、まあ雄大さんっていうね、ミュージシャンの方がゲストに来てくれて、やっぱりいいですね、ミュージシャンの方は。すごい、歌を歌ってくれるっていうのは新鮮ですよ。ありがたいね。斬新だったね。斬新。謎の仲間もいたしね、なんか弟子もいて、弟子も来てね、バンドの仲間も来て、なんかジョーカーもいてね、ジョーカーとね、こういうね、髪の毛真っ赤っかの、ね、芸人が、芸人みたいな人が来てました。そうですよ、だって楽屋で最後ね、なんかね、もう最後一生懸命手拭いてんすよ、うん、そのジョーカーが、ジョーカーは、うん、で何かなと思ったら、最後握手していただいてよろしいでしょうか。ずっとそのために消毒してるんだよ。あんな腰が低いミュージシャン初めて見ましたけどね。ティッシュ越しでいいですかって言ってね、落ちないティッシュかませて握手しようと思って。それの方が嫌だよね、ティッシュ越しって。えらい腰、えらい腰の低いビジュアル系なんだよ、ね、ビジュアル系、ね、優しい方たち、ね、すごい和風なビジュアル系だったね。ユダイさんもね、良かったですね。だってね、最初俺が到着した時に待ってたね、外で、入り時間が早すぎるっていう、うんうん、ああそうですか、早いですね。で俺がタクシーが降りた途端にバッて来て、おはようございますって言って、本当に偉いなと思って。あ、そうですよね、誰よりも早く来るミュージシャンっていないですよ、うん、みんな時間通り来るのにね。そうですよね。いやもう入ってくださいよって言って、うん、いやまだ入り時間早いんでとか言うから、じゃあ俺についてこいっつって一緒に来たわけですか。はい、この番組のテーマソングもね、作ってもらうということで、ぜひともね、うん、お願いしたいね。はい、で、アンケート皆様に書いていただいたじゃないですか、お時間ある方はぜひなんていう。ああ、はい、そうそうそう、うん、なのでちょっとたくさんいただいたので、はい、そうなんですか。はい、ちょっと今の時アンケート書書かないからね。書かないですぐ書いてますよ、終わったら。もうネットの時代でね、結構皆さん長文で書いていただいて、ありがとうございます。ありがとうございま す,、はい、ございます。じゃちょっと代表的なものというか、はい、はい、何枚か読ませていただきます。お願いします、うん、はい、北海道の K さん、 K さん今回初めて、ちょっと待って、北海道すごいね、なんか愛知聞いたけど北海道、北海道は来てるんでしょ、はい、ただ番組を見たとか、それは来たんですよね、鈴なりに、はい、鈴なりに来てるんですよ、北海道、北海道から初めて参加してくださって、本当ですか、それは番組を見て来たんですか、また何なんですかそれ。今回は彼氏に勧められて、うん、YouTube で見たことはあったんですって、この番組。あ、そうなんですか、うん、よかった。教育テレビですか我々彼氏に勧められる番組なんですかこれ。大丈夫ですか、大丈夫で、こんなにステージが近いと思いませんでした。あ、で男性陣が多いのかと思ってましたが、はい、女性の方も結構いらっしゃって、そうなんです、楽しめました。本当ですよね、よく笑ってくれて嬉しかったですよ、ね、女性が一番笑ってくれてましたよ、笑ってくれて、本当にいいお客さんでしたよ。はい、続きまして、はい、ポンポンマンさん、ポンポンマン、はい、はい、知ってますよ。今年も大笑いさせていただきました。来ましたか、来た来た、年末に限らず、はい、番組イベントをやってほしいなって、公開収録とか、はい、本当公開収録をやりたいと思ってるよ、ね、本当に。それでね、夏とかね、なんか、そう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 、ああいいですね、はいはい。あと番組のスタッフさんに尻ペンだけの編集編もお願いします。おお、あ、それをまとめたやつが、うんうんうん、尻ペンだけの、ね、そうですよね、
なるほどね。TikTok に上げたりとかもね、あるのかもしれないですけど、なんかまとめてそれだけっていうコーナーごとにそれだけ。ああ、なるほどね。そうなんですかね。まあ TikTok でなんかシリペン体操オンリーのアカウントで、そういうのもやるっていうのも手ですよ ね、 いいですね。見やすく、見やすくするために。っていうポポマーさんとちょっとポイント、なるほど、はい、ありがとうございます。はい。で、東京都の王さん。はい。寺田さん、面白かったです。わあ、ありがとうございます。それいたっていいでしょ、別にそれ。そんなに間を開けなくたっていい。普通に喋ってくださいよ。でも初めて来たんですって、このほらほらほら、まあ、寺ちゃんを知らないで見たのかもしれないですよ。それは知らないでしょ、俺のことは。東京都の方です、ね、東京都の方、ありがとうございます。また見に来てください。はい、はい、続きまして、はい、北海道の。北海道多いっすね。怖いじゃん。すごいな。もう全国っすね。でこの方は今年も北海道から来ましたよー。おー、ありがたい。もう何回かね来ていただいてる。すごいね。生九条さん、かわいい。あー、おーそうそうそう、それは初めて生で見てほしかったんだよ。そう、それはそうですよ。生が一番ですよね、本当に。見てほしい。続きまして、はい、東京都 T さん。 T さん、うん、ゲスト目当てで来ましたが、はい、おはい、大変面白かったです。面白かった。知見の話、ためになりました。あ、ほら来てるね、俺の時代が。あ、来てますね。知見の話良かったって、うん、ありがとうございます。ゆうだいさんの生歌も素敵でした。ああ、そうか、ゆうだいさん、ゆうだいさんをだからゲストに呼んだ方がいいんですよ、うん、そのお客さんが来るんですから、ね、ありがたい、ありがたいですよ、やっぱ。来てくださるということで、続きまして、ペンネーム千里おばさん。千里おばさん、千里おばさん、来ましたか。うん、あ、来たんすか。来てくださってました。へー、うん、ただ雄大さん良かったです。あ、あれ？という一言で、うん、あの、特に寺田さんのことは一言も。いやいやいや、その別に俺のことはどうでもいいじゃないですか。いやいやいや。続きまして、はい、宮島達夫さん。え？大変なことです。世界的なアーティストですよ。ああ、NHK。草間彌生。村上隆。宮島達夫ですよ。はい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 、なんかね、共演しましたね。はい、NHK で対談をしてましたね。はい、大変面白く拝見させていただきました。はいはい、いや、一番見せたくなかったんだよ、俺。暗闇演劇が来てほしかったんですけど。いや、良かったですね、でも、はい、奥さんも来てましたね。そうそう、奥様も、奥様も一緒になってね。で、俺覚え、ちらっと見たんですけど、実を言うとちゃんとペン体操やってましたよ。世界を宮島達夫に、宮島達夫さんに。いやいや、やった方がいいですよ。やらせてしまいました。いや、いいことじゃないですか、健康体操なんですか、あれは。まあ、ただね、みんなの前であんだけ大勢でシリペン体操をするってなかなかね、ないないのね。ない、はい、いいですよね。で、奥様もね、今日が初めてのライブでしたが、はい、これからハマりそうですと。ありがとうございます。毎ね、毎年来てください、お願いします。もう多分ね、あの、本当に今海外で、例えばイスラエルとか、うん、そういったところでも展覧会やってるんですよ、ね、だからその間を縫ってくれたと思います、本当に、うん、ほんの一瞬をついてきてくれてると思います。もう忙しい人ですもんね。そりゃそうですよ。あ、確かにびっくりしましたよ、私も楽屋に来た時は、びっくりしました。俺が一番びっくりした。見ちゃダメとか言って。ね、せっかく来ていただいて、なんで来たんですかって思った。なんでこのライブ見に来たんですか。ありがとうございます、本当にありがとうございます。それ以外もたくさんね、いただいたんですけども、はい、実はちょっと代表としてこちらに、ね、ありがとうございます、いただきました。どうもありがとうございます。すごい盛り上がりでしたね。盛り上がってよかった、本当に。びっくりしましたね。やりたいですね、また年末ね。今年は、あの、はい、今月は、あるイベントがあるんですよ。なんですか。え、九条さん、なんか特別なイベントないですか。今月、今月、今月、なんだ、あれで告知することあるでしょ。告知すること。くじょうさん、バースデーじゃないですか、今月は。ああ、お誕生日。そうですよ、ちょっと待ってくださいよ。なになに来ました。うまい棒出た。大好きだっていうから、買ってきましたよ、もう。うまい棒すごい入って、いろんな種類のうまい棒が入ってますからね。この大きいの来た。何を言ってんすか。持ち帰りが大変。嬉しい。そんな喜ばないでくださいよ。いや、でも軽い、嬉しい。軽いでしょ、うん、俺、お米だったんだよね、九条さんのプレゼント。5キロのお米を自転車で運んで。よかった、軽かった。倒れそうでしたよ。あともう一つ。はい。犬が好きだって言うんでね。うん、こちらの犬も。プレゼントしたいと思うんですけど。いや、犬好きの人はこういうの一番困るじゃないか。いや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 、
ちょっと、はい、インディペンデンスデー、あ、何、インディペンデンスデー、喋るんですよ、モノマネですよ、これモノマネする犬って言われて、なんか喋ってみてくださいよ、本当だ、すごいでしょ、この犬、こんにちは、かわいいね、デララさん声大きいね、おーこれ飼ってる犬にやってくださいよ、喜びますよ、クジモさん、はい、この首の動きおかしいよ、いいじゃないですか、クジモさん誕生日おめでとう、おお、素晴らしい、はい、ありがとうございます、これ犬もなテンション高いな、この犬テンション高いですから、テンション高いよ、この犬が、はい、あ、隠しボックスから、隠しボックスが出ました、はい、さあいいでしょう、これ、はい、クエさん、誕生日おめでとうございます、あ、はい、ありがとうございます、ちょっとね、多分ね、着物を着たりするとすごくね、うん、綺麗なんじゃないかなと思って、あ、これなんだっけ、なんとか織りでしたよね、あ、なんか前番組で出てきましたよね、それね、そうなんです、手作りの、そうなんです、あの、創作型、就労支援施設の、あ、トゥッティーホルテさんの、トゥッティーホルテさんの、あ、そうカバンと、これは刺繍のハンカチですね、ハンカチ、はい、そういう風に、で、ちょっとこの着物を着た時とか、なんか和風な時に、うんうんうん、はい、中にもちゃんと小バッグが付いてる、おー、いいですね、しっかりしてる、いい、いい、いい、一点物です、おー、お買い物の時とかに、ね、あ、お買い物の時とかエコバッグとか、はい、どうぞ、続いては、はい、続いては、まあ、なんですかね、これね、なんすかね、はい、全然わかんないですね、はい、なんか可愛い、はい、ロボズちょっと入れてみましたね、はぁ、あ、化粧品ですか、これ石鹸、石鹸ですか、ローーマッサージローラー付きって書いてありますけど、ローラーを転がしますって書いてある、このローラー、この美容とね、ペンをうまく組み合わせます、なんだこれ、マスクにポン、はい、マスクにポンです、いい匂いする、ペンでありながら、うん、そう、ここをちょっと回してマスクにポッとやると、ほら、マスクってどうしても長時間してると、どうしてもね、そういう口の口臭がどうしても雑菌とかあるじゃないですか、匂いが出るじゃないですか、それでどうするんですか、それ ここにピッとつけてもらえばいいです、あ、なんすか、ちょっと俺もつけてくださいよなんだよ、じゃあ匂いだけポンってする、ポンポンと、なんか匂い、あ、すげえいい香りがするんですね、これマスクにつけると。すごいいい匂いする。すごいいい匂いする。なんで外からつけただけこんな匂いするんですか。アロマオイルなんですかね。しかもペンですから。あ、すごい。ちゃんとペンもついて。はい、もちろんこうやってペンが出てかけます。あ、いいですね。ちゃんとかけます。あ、いい匂いするな、これ。はい、いい匂いのペンと、次が、はい、ハーバリウムボールペン。はい。これは。ここがハーバリウムになってます。そうです。これ自身もハーバリウムなんですよ。うんうんうん、だからオリジナル一点一点な、全部違うんですよ。あ、そうなんすか。手作りの？はい、手作りです。へえ。はい。次もペンなんですけど、はい、なんとマッサージローラーがついてる。はい。で、マッサージローラーで確かね、名前がなんだっけな、この石の名前があるんですけど。あ、ローズコーツ。さすが。ローズコーツで恋愛。はい、ほう、そういうの、恋愛成就と対人関係、はい、愛と優しさの象徴、そう、お、秘めた美しさを輝かせてくれる、ほら、まさに今もらうの一番いいんじゃないですか、ね、それ足りないとこですよね、いや何を言ってんの、維持するのにはそれ必要ですよ、はい、そのただ若干重いから、寺田さんがこれ挟んだら落としますか、すごい、副業さんだったら多分大丈夫じゃないかなって思うんですよ、まあ、でもなんか確かにこうやって書いてて肩凝ったなとか、そう、ちょこちょこ疲れたなとかっていう時にちょこちょこっといいですね、全部真ん中ハーバーリウム、素晴らしいですね、そう、全部ハーバーリウムが全部入ってます、かわいいボールペン、ありがとうございます、はい、はい、まだあるんですか、で最後にこの前、南相馬の、ちょっとワークショップにですね、
行きまして、おお、まあ福島桃が有名なんですけど、桃の恵みというか、はい、ジュース、はい、南相馬の道の駅で、もうおすすめのこのジュースだったんで、ほうほうほう、はい、あ、それだけじゃないんですよ、九条さん、なんか届いてるんですよこれ、え、何、なんか九条さんにお手紙も入ってるんですけども、わあ、これ見てもらいます、ありがとうございます、あ、何、ちょっと手紙読んでもらえますかね、はい、この番組見てる人からじゃないですか、見てるからかな、そりゃそうですよ、視聴者ですよ、視聴者の方ですよ、視聴者から、おっさんメタボ卒業しました、おお、すごい、お誕生日おめでとうございます、素敵な笑顔と鋭いツッコミの振り幅の大きさが大好きです、はい、そして抗菌エクササイズのおかげでメタボを卒業したままキープできています、ありがとうございます、さすがだ、岩手の蜂蜜をお送りしました、いや、いいですね、パンに塗ったり紅茶に入れるのがおすすめです、今年も良い1年になりますようにということで、はい、私蜂蜜大好き、うまい棒につけてください、蜂蜜、いや、それは違う、すっごい美味しいですからなんか可愛い、岩手の蜂蜜って書いてある、あ、いいよね、いいですね、名産、名産ものは、わー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 、大きい、あー、美味しそう、めちゃくちゃ美味しそうですね、入れ物も可愛いし、ねえ、あ、ありがとうございます、いいですね、ちょっと美容のことみんな考えてくれちゃって、あ、ハチミツ体にいいですから ね、 ねえ、まだあるんですよ、ちょっとそれをまず読んでみてください、はい、大川総裁、寺田副総裁、九条さん、こんにちは、こんにちは、総裁九条さん、お誕生日おめでとうございます、あ、おめでとうございます、今年はきちんと間に合うようにお誕生日プレゼントをお送りさせていただきました、うん、はい、お好きな方を選んでいただけたらと思います、はい、お二人が幸大きい年でありますように、はい、そのことで、はい、ってことは私と総裁のプレゼントを、はい、選ぶみたい、あ、だからこれ2つあるということでよろしいですか、うんうん、あ、俺のが来てるってこと、そうですよ、そうそうそう、いち早くだからほら収録の時もう過ぎたりするじゃないですか、ポンポンマンさんから、あ、ポンポンマンさんから、うん、ポンポンマンさん、ありがとうございます、ね、本当に触っていいですかね、はい、いいですよ、どうしようどうしようどうしよう、なんかきっとこっちの方が大きい気がするからこっちにして、はい、どうぞ、何ですかね、動画ライブ配信をより楽しくマイク、へえ、あー、なるほどね、あの音量調整するやつですね、できるんですか、動画配信するときに、へー、はい、名前、ブランケット、あ、ブランケット、あ、よかったじゃないですか、俺そういうのにしようかなと思ったんです、寒いから、ブランケットみたいなの、あ、そうそうそう、よかった、かぶらなくて、リモコンなどの収納ポッケがついてて袖もついてて着れるんですって、こういうのありがたいですよね、うん、こういうのありがたい、本当着れるタイプが今多いんですよ、すげえな、いいですね、羽織ってなんかやるんですよ ね、私次回の配信からこれ着てやろうかな、そうそうそうもう家みたいな、家みたいに家だからね、いいですね、ありがとうございます、はい、じゃあこちら総裁も、なんだろう、お願いします、はい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 、もう1ヶ月もないんですか、早いですか、なんだこれ、なんだこれ、太陽光でスマホを充電って、スマホ充電できるみたいですよ、これで、おお、エコですね、エコですね、素晴らしい、あ、今ね、これ、あ、これも YouTube するにはいいやつじゃないですか、これライトじゃないですか、あ、立てますか、今度から私たち、ね、立ててやれ、立ててやれますよ、素晴らしい、まあ俺が家電好きだということで、うん、気を使っていただいたんだと思います、ね、いいんじゃないですかこれ、はい、インディー家電好きでありがとうございます、ありがとうございました、早速充電やってみます、はい、はいはい、ということで、ね、プレゼントの多い番組ですけど、今月はさらにプレゼント、ここからプレゼント続いていきますからね、もうね、ジェラルさんのお誕生日まで、そう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 すごいね、毎月のように襲ってきますね、もう毎月プレゼント番組でもいいような気がするね、なんかね、ありがたい、ありがたい、ということで皆様わざわざお誕生日プレゼントどうもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで今月も楽しく始めてまいりましょう、はい、頑張りましょう、はい、どうも皆さんありがとう。